はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回はアメリカアマゾンに参入しようと思っている方、焦る必要はないんだけれども急いでくださいという話をさせていただきたいと思います。1年後、2年後、3年後、4年後、5年後のアメリカアマゾンの状況っていうのを予言した上で私言ってます。アメリカの大口セラーのアカウント登録っていうのが厳しくなっている、審査が厳しくなっているってことなんですね。昔はツタヤのカードを書くぐらい簡単に誰だってプロフェッショナルのアカウント取れたんですよ。しかしながら今はパスポートや免許証などの身分証明書と、あとはそれと同じ住所、名前がしっかり記載してある、例えば電気料金だったりだとか、クレジットカードの請求書だとか、明細書だとか、そういった2つの資料っていうのを提出するんですが、これが跳ねのけられちゃう。不備がありますだとか、いろんなことを、まあ言い方悪いですけど、一夜もんつけられて、一度跳ねのけられるのが普通ぐらいになってしまったんですね。日本アマゾンだと2017年、18年に横行したアマゾン詐欺の対策の延長線上で生じていることなんですが、無在庫やってるわけでもない、しっかりと商品精査して顧客目線で物販やってる人であっても、セラー登録時に突っぱねられるのが何回も起こってしまって、なかなかアカウントが取れなかったっていうパターンが特に2018年1月から起こっているんです。今2019年11月ですけれども、その厳しさがさらに 2,3 段階上がっているっていうのが現状なんですね。正直最近5日間の無料講座をリニューアルして皆さんに改めて訴えかけてるっていうのも、実はこういう裏事情っていうのがあるんですよ。インターネット上のいろいろな、まあ例えばツイッターの登録一つ取っても二つのことっていうのが大切になってくるんですね。まず一つ目っていうのはその人の信憑性、もう一つっていうのは歴史なんです。ツイッターアフィリの講師とかもやっていた時期、一時期あるんですけれども、ツイッターのアカウントっていうのもまず登録した後に顔写真をしっかり変えてツイートをボン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 つぶやいていくんですね。でその時間っていうのがずっと経てば経つほど、例えば1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月とそのアカウントを保持しているだけで、そのアカウントの信憑性、信頼性っていうのがガツンと上がってくるんですよ。じゃあ講師としてどのような解決策を提示できるのかっていうと3つあります。まず中指、スカイプで画面共有をしながら一緒に登録作業を行うってことなんですね。私カリキュラムの中にも当然ながらアメリカアマゾンのセラーの取得の仕方、セラーアカウントの取得の仕方っていうのは動画で出しています。でもアマゾンのセラー登録画面っていうのはその時その時で結構流動的にクリックする場所だとか記載することだとかが変わってくるんですね。ってことはもうリアルタイムで実際登録する時に私が一緒に見ながら登録するっていうのが、これが一つ目のセラーアカウントが突っぱねられづらくなる解決策じゃないかなっていうふうに思います。で二つ目なんですけれども、アマゾンとの結びつきなんですね。グローバルセリングチームっていう日本のアマゾンの社員なんだけど、アメリカのアマゾンで販売を促進することを目的としたチームの担当者っていうのが自分のためにいたんですよ。しかもそのグローバルセリングチームのトップの方っていうのが私の担当で、もう二人三脚でアメリカアマゾンっていうのを構築してったって時期があるくらいなんですよね。私自身がアマゾンと結びつきをしっかりとね、別にインサイダー的な意味じゃなくて強めておくことによって、皆さんがセラーアカウントを取得する際の特別ルートっていうのが確保できるんじゃないかと。で3つ目なんですけれども、共有アカウントなんですよね。アマゾンっていうのは一法人一個人っていう考え方があるんですよ。一法人一個人っていうのは、皆さんが法人を持っていたら皆さんの名前、私黒沢敦ですけれども、黒沢敦として1アカウントを持てますと。あとは株式会社黒沢っていうのがあったら、その株式会社として法人のアカウントが持てます、この2アカウントを持てますっていうのがアマゾンのこれ昔からあるルールなんですね。でこの考え方を応用してみて、要するに私が例えば新会社、一つのパターンですけれども、新会社を設立し、そこで生徒さんって言ってももう誰でも彼でもっていうわけにはいかないですけれども、この共有アカウントで私の生徒さんたちが自分たちの商品を売るという環境を作るっていうことを一つ今考えています。すでに育っているアカウントの中で自分の商品をテストマーケティングすることができるので、非常にその商品っていうのを流通させやすいんじゃないかなと。要するにマーケティングいらずと言いますかね。というわけで今回は米国アマゾンに進出しよう、米国アマゾン物販をやろう、例えば私の海外物販だったら中国アメリカをやろうって思ってる方は焦る必要ないと思うんです。焦って無理しすぎて資金が全然ないのにスタートしたところで思ったように解決できないし、
し、ご家族の理解っていうのも大切になってくると思うんですよ。その 120% 理解してもらわないとスタートしちゃいけないとは言わないけれども、少なくともまあまあまあそこまで言うならいいんじゃないって言ってもらえた状態で、ある程度応援してもらえる状況に至った後であれば、それなりに早めにスタートするってことも検討していただきたいんですね。これって安っぽいセールスを言うつもりは全くなくて、あくまでもアメリカアマゾンの事実ベースで、それを見ている私が主観した意見、中立的な意見として申し上げてるんですが、焦らずとも急ぐ、悠々として急げ。小説家海古武史の言葉の通り、アメリカアマゾンに関しても早めにやった人の方が得することっていうのはすごいあります。これをやりますっていうことをまとめると、私ってやっぱり大切にしてるのがチームだし仲間なんですよ。これからの商売っていうのはますますこのチームや仲間っていうのが大切になってくる。例えば共有アカウントなんて普通一人の人で独学でやってて作れますかっていうと作れないし、作ったところで本当に大変だと思うんですよね。変な人入っちゃったら商品盗まれるだとか、そういうリスクなく共有アカウント作れますかっていうことで、このスカイプの画面共有っていうのも生徒さんと私、少なくとも2人の4つの目で見ることによってようやくそのリスクっていうのが軽減できることで、1人の人で何度繰り返し見たって気づかないところは気づかないんで、客観的な目線を入れるっていうことはものすごく大切なことなんですね。自分一人一人でね、各自一人一人がジャズのように一人一人の特性を生かして、まあベースタイプの人もいる、ドラムタイプの人もいる、ギタータイプの人もいる、一人一人がそれぞれ美しい音楽を奏でることはできるんだけど、みんなでセッションしたらもっと素晴らしい音楽が奏でられるよねっていう感覚で今後は商売を進んでいく必要がある。要するに一人一人が自発的に臨機応変に進めるっていう状況、一人一人が独立しているっていう状況の上でみんなで一緒にやった方がリスク軽減できることっていうのも、特に今後はアメリカアマゾンに関しては、日本アマゾンもそうなると思いますけど、大切になってくるってこと。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。よろしければこちらのチャンネル登録してください。また最近サブチャンネルも作りましたので、サブチャンネルの方もよかったら登録していただければなというふうに思います。最後までご清聴ありがとうございます。では失礼いたします。